はい、こんばんは。あきらの現場へようこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。ラスクラ最新情報が出ちゃいましたね。えー、出てしまいましたんで、あの、今日はちょっと急遽なんで、あの、昼間でも動画撮ったんだよ。動画撮ったんだけども、その内容があまりにも、今日のね、内容、この新しい情報に反する内容だったんで、撮り直しをしているため、息子が一緒です。はい、というわけでですね、見ていきましょう。 このチャンネルはほぼ毎日ではなく日曜日を除くほぼ毎日スマホゲームの実況を投稿しているチャンネルなんですけども最近さ新作のセイント聖夜とブリーチのゲームもえー投稿始めてますのでよかったらそちらもチェックしてください。私が中の良いと諦める水壕を見白きを。はい。というわけでですね、ラスクラ最新情報ということでエリスだとランスベルが情報修正来ましたね。ついに来てしまいました、えー。ユニットエリザとランスベルについて以下の情報修正を行います。能力解放にアビリティピースの追加。 潜在学生5段階6段階で超必殺技がパワーアップするようにということでですね、ついに来ましたね。能力解放にアビリティピースの追加。これね、実は昼間ね、今日僕はあの今日の夜の動画、雑談の動画を撮ったんだけど、その時こんなこと言ってるんですよ。過去のユニットの、あの、俺スキルボードを追加スキルボード追加のための特別なアイテムが新章で交換できますよ、みたいな。はい、っていう感じですね。なんとね、能力解放のね、 アビリティピース増やせと <laughs> 言ってるんですね5凸6凸じゃねえ間に合わないからそういう修正をしてくれよと言ってたのがなんとですね来てしまったねなあそうねそうねで追加アビリティピースなんですけどもエリザが炎アタックレイズ2炎属性攻撃の威力が30%アップそして杖ハイブースト杖装備しに物理攻撃の威力が10%アップしま法う攻撃の威力が20%アップそして女神のキスっていう感じでなかなかの強力なやつがですね追加されますはい このアタックレイズなんかスキルコスト15ですからね。で、この間の、だから、えっ、ー、と、発信対戦かで覚えるやつだけど、それが自前です。はい。ウルトラレアのね、発信対戦で追加できるようなスキルを自前で習得できるようになってしまうということで。で、超一冊はボルカニクラモンでのダメージがアップします。そしてランスベル。こっちがすごいなと思ったんですけど、えー、追加アビリティピースが防御アップ極み。そして鎧ハイブースト。そしてヒューマンシールド。そして覚醒、雷アタックレイズ。 そして、調査の視点外工陣のダメージがアップするということで、ね、まず鎧ハイブーストもすごいけど、ついにヒューマンシールドを覚えてくれるやつがですね、えっと、あれ、ミリムか。ミリムナーバが自前所得できてるやつが、ランスベルもできるようになると。ランスベルはね、かなりこう、不憫な思いしてきたと思うんだけども、ランスベル好きで使ってる方たくさんいると思うんですね。特にうちの市長さんやったらね、金子さんですね。ね、ランスベルが好きでずっと鍛えて使ってられた方が、 これで浮かばれますね。ねえ、そうね。ヒューマンシールドでこれね、4種だから人間系。ソルジャー、スナイト、スナイパー、ソーサラ。4種から受けるダメージがマイナス20%。これだから、普通で覚えるね、シールドとかやったらマイナス10%だからね、それの倍ですからね。4種でさらに効果が2倍っていうね、そういうずるいのをランスベルが習得できるようになります。これは熱い。そして、エリザ・ランスベルの専用装備が期間限定でレッドクリスタル交換所に登場と。 いうことでこれまで僕今日昼は言っちゃってるんですよ。こちら。過去のユニットの専用武器を出してあげるとかね。まだないやつあるじゃないですか。あれ専用武器ってね、多分ね、水着リラぐらいからなんですよ。はい。っていう感じでね、専用装備を出してやれよ。そしたら課金ぐらいするよぐらいまでね、大見きって言ってるんですけども、なんと追加されます。これもすごいなぁ。ね。ただ期間限定ということは、だからさっさと回してレッドクリスタル集めろとそういうことだと思うんだけどね。で、その専用装備が。 必修魔女をファザータアイテム種別武器杖エリザ専用装備特性炎属性の魔法発動時発動に必要な MP が確率で回復特技を発動時一定時間インテリジェンス25%上昇効果を付与ということなんで特技使いつつ魔法を使いつつそして魔法を属性にね特化しているエリザらしいねものになっておりますで MP プラス15ストレングスプラス24インテリジェンスプラス196ってこれもかなり高いよね そして、マインド38ということで、これが、レッドクリスタル交換所に追加されるって、なかなか贅沢だと思います。そして、レッパゴー合剣ベルダークっていうこと。 わーいわーい。武器兼でランスベル専用装備となっております。特性がバトル開始、ディフェンスの20%をストレングスに加算。通常攻撃時、雷特性の追加ダメージが発生ということで、ストレングス160足。だけど、ディフェンスの20%をストレングスに加算するのは、ディフェンス別に減らないからね。だディフェンスが一番高いね。今でも高いよね、ランスベル。それが突録なるからさらに高くなるんだけど、それがなんと、そのうち20%がストレングスに乗ってくるということで、これもだいぶランスベル強くなりますよね。 っていうことはどういうことが起きてるかっつったら、とりあえずエリザとランスベルって約1年前に追加されたユニットなんですよ。で、そこから最初は普通の通常ガチャで出るユニットだったのが、途中から英雄扱いになったんですよ。英雄扱いになって限定になってしまった。でも、言うてもそれほどの自前習得スキルがあるわけじゃなかった。そこがこういう感じで追加されてきたということで、まあ多分エリザとランスベルが多分スタートだと思うんですよ。この後多分その後に出たダバンであったりとか、あゾグラスとか、 あの辺の多分追加があるんじゃないかなと。特に、ね、多分やっぱりリリーまでかな。リリーの辺で少しおかしくなったから、リリーまでが多分ここで追加があるかもしれないですね。その他他のね、ユニットにもあるかもしれないけれども。 そして、イベント、天使と器用最終章が開始。開催中のイベント、天使と起用の最終章を開催いたします。これが24日からだね。来週24日からだけど、最終章のエクストラチャレンジ、確保中級をクリアすると、強力な星6装備、大天使の成功獣をゲットできます。エクストラチャレンジの中級なんだね。 だから結構、まあまあ、皆さん、これはゲットしやすいものになっているという感じです。面白いのはこれ、10ってとこですよね。ー特性が不正生物に対する魔法を解く意調比さなダメージがプラスパーセントということなんで、多分最終ボスはアンデットだということですね。はい。セータスが属性付与光で MP、MP プラス30、ストレングスプラス184。ストレングスプラス184の銃って最強じゃないね。今、消防車が挟んでます。で、エクストラチャレンジ中級のボス戦では、以下の条件を満たすことは、ボス攻略の鍵となります。 消防車をねバックしてくださいイメイドト第1章第2章のエーテルコインチャンスで獲得できる装備を錬金上レベル30にしてパーティーユニットにセットするで、該当装備が天雄の騎乗正常の髪飾り大天使の聖光客大天使の 成功権ということでまあこれはね多分普通に回ってたらねえっ、ー、と素材集まってるんでできてると思うんですけどもこれらの条件を満たすとバトル開始にあることが発生しますしっかりと準備して調整しましょうということなんでこれが一体にせなあかんのかみんなにそれぞれつけていいのかっていうのはちょっとわかんないけれども、ま、やってみましょうそして原のとフロアと幻影装備を追加ということで71回から75回のフロアが追加されますさらに幻影装備として2種類爪と服が追加されますと いう感じですね。で、リリーとザイクスの突録が追加される。これも前回言ってましたね。っていう感じなんで、まあ、詳細後日改めてってことなんですけれどもね。やっぱ一番の胸安展開はこのエリザとランスベルの能力解放を追加。で、もちろん突録もね、追加されてるし、そして専用装備が実装されるっていうのは、今後のラスクラがすごく盛り上がる展開と思います。ねえ、なぁ、そうね。お坊者とか救急車に今夢中になる頃がないです。 という感じで今日はですね、ちょっとね、緊急ね、あの、情報が来たんで追加で撮ってみました。で、明日はですね、土曜日なんで、またモぎサダン楽しんでいこうと思います。っていうか、ランスベル暑いね。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた